ンボゲス叫べ直樹ジャンファイトヒーロー登場ジャンボゲスジャンボジャンボジャンボゲス恐ろしい作戦が開始される。せいぜい覚悟しておけ。待て、カズヤ。おうらカズヤ、もう捕まえてるみんなほっぽっちゃうぞ。やだよ。待て、動くの方が早いもん。カズヤ、気をつけるのよ。平気だい。おら、こっちだ、こっちだ。よし、あ、いてぇね。大丈夫、ナオちゃん。大丈夫だ、ほら。今度馬飛びしようよ。よし、じゃんけんだ。じゃんけんぽい。行くぞ。いいよ。よいしょ。診察はできない。そんな、お願いですから、なんとか。ダメなものはダメです。うちは救急病院ではありません。予約患者以外の診察はお断りします。くそ、そんな言い方ってあるかよ。院長に、あげる院長に。直樹さん、もういいのよ。それより和也を早く他の病院へ。ねえ、お願い、早く。しかし良かったですね。大した怪我じゃなくて。はい、本当にご心配おかけしました。和也君、これからは気をつけるのよ。やだよ、お見舞いにこんな美味しいケーキもらえんだもん。もう一度怪我してやる。えいえいえい。直樹さん、まだその病に腹を立ててるの。いい加減になさいよ。うるさい、俺は我慢できないんだ。預かる病院が患者を追い返すなんて絶対許せるもんか。絶対に。俺だ。隊長、警視庁から連絡が。昨夜から今朝にかけて都内の大学病院から解剖用の死体が何体も盗まれたそうです。何、死体が盗まれた。はい、全員に不審な点が多いので我々の手を借りたいとのことですが。ちょっと直樹ちゃん、またパッドの仕事に首を突っ込むつもりなの。消えた死体なんか興味ないよ。じゃあどこ行くのよ。決まってるだろ、昨日の病院さ。院長やつ見つけてぶっ飛ばしてやる。はあ、切れた。このまま帰るわけにいかないぜ。
変だな。誰もいないぞ。勝手に入らせてもらうぜ。院長のやつどこに行っちまったのかな。それに看護婦も一人もいないしね。一体どうなってるんだ。そうだ、入院中の患者に聞けば何か分かるかも。やけに俺までにくせえな。すいません、ちょっとお聞きしたいことが。もしもし、もしもし、死んでる。それも死んでから何日たってる次第だ。大変ですよ、都内の患者さん。とうの昔に、ああ、もしもし、大変ですよ、もしもし、この上の任官者は全て死体だ。一体どういうことなんだ。看護さん、ちょっと入院患者のことを聞きたいことが。どんなことですか。やばい、逃げるわかっちゃ。何、プロステージンが。ああ、おまけに入院患者は全て死体なんだ。俺の患者、その死体昨夜あちこちの大学病院から盗まれた死体に間違いないんじゃないかと思うんだ。なんせえらくホルマリン臭かったからな。どんなもんだい。パッドがもたもたしてる間にこの俺様は一発で事件など暴いちまったんだぜ。後で感謝状ぐらいはもらいたいですね。もちキープをつけてな。おい、直樹の旦那、あんた恐怖小説の読みすぎじゃないの。何、じゃあ俺がデタラメ言ってるっていうのかよ。ああ、どうも話ができすぎてるね。信用できないね、この野郎。待て熊井、事実かどうかまず調査をしてからだ。結論はそれからだ。へえ、さすが話せるぜ隊長さん。変だ、確かに本日休診の札がかかっていたはずだ。早くもネタが割れたか。何を、やめろ。とにかく手分けして調べてみろ。はい、はい、別に何の異常も、どっから見てもただの病院ですよ。そうか、骨折り損のくたべる儲け、やっぱし直樹の旦那に騙されたんですよ。違う、俺はこの目ではっきり見たんだ。入院患者はみんな死体だ。医者も看護婦も
愚弄成人だ。くそ、化けの顔を剥がしてやる。愚弄成人め、おきっ、離せ、こいつら愚弄成人だ。愚弄成人なんだよ、離してくれ。ハハハハハ、お待ちどうさま。どうも。ちくしょう、バカ野郎。直樹さん、飲みなさいよ。少しは気分が落ち着くわよ。うるさい、ほっといて。直樹さん、何すんのよ。パッドタイムやつに言ってくれ。地球の危機はこの俺が守ってみせるってな。問題はグロース星人のやつらが死体を何に使うかだ。よし、まずそいつを調べてやる。グロス星人め、パッドの目をそらすために一時的に死体が生きているように細工をしたんだな。そんなことだろうと思ったぜ。この病院で死体を怪獣に変える作業を行っていたんだ。もしこのまま放っておけば、何十匹という怪獣が作られ、日本はめちゃくちゃに破壊されてしまうぞ。そうはさせるもんか。お願いです隊長、もう一度あの病院を調査させてください。私、直樹さんがデタラメを言ってるとはどうしても信じられないんです。
隊長、お願いですから。節子、直樹のやつに構うのも大概にしろよ。後で泣きを見るのはせっちゃん自身だぜ。うるさいわね、熊井さんは黙っててよ。うん、隊長、どうかお願いします。隊長。よし、わかった。浜田、熊井、念のためパトロールしてみろ。え、でも隊長。命令された通りにしろ。今、立花直樹はジャンボーグエースの目の奥で操縦しているのだ。グロステージ目、見てろ。今からこの病院を叩き壊してやる。あ、チーフ、ジャンボーグエースか。畜生、とんでもないほど。こちら浜田、ジャンボーグエースが病院を破壊しようとしてます。何、ジャンボーグエースか。ジャンボーグエースめ、気でも狂ったか。おい浜田、破壊を直ちに中止させろ。俺たちもすぐ行く。了解。警告する、直ちに病院に対する攻撃を中止せよ。警告する、直ちに病院に対する攻撃を中止せよ。中止せよ、ジャンボーグエース。うるさい、パッドの腰抜けめ。お呼びじゃないで。警告する。チーフ、仕方ありません、攻撃しましょう。しかし、じゃあ万一病院にいる入院患者たちにもしものことあってもいいと言うんですかね、チーフ。ジャンボーエース、勘弁しろよ。狂ったお前を止めるにはこれしかないんだ。クマイ、これは面白い。ジャンボーグエースとパッドの同士打ちか。せいぜい派手にやるがいい。得をするのは我々グロース星人だ。あ、パッドもよくも。見ていろ、ネザーコートで叩き落としてやる。待て、まずんだ。今俺がパッドと戦えばグロス星人が喜ぶだけだ。耐えろ直樹、耐えるしかないんだ。あの怪獣をやっつけるために許してくれ、ジャンボーエース。
ゴールデンレザー、ビームエメラルド、もしものことだったら俺は生きちゃいらんねんだ、頼む。我が身を犠牲にしてもアンチゴーネの野望を打ち砕こうとした直樹、彼は今地球を守る若者として新しい成長を遂げたのであった。戦え橘直樹、頑張れジャンボーグエース。会長グラスキング登場。ええ、会長グラスキング、我らグロース星人の手先となって地球人どもを震え上がらすのだ。次回をお楽しみに。